S-400 の電話車両は、ロシア連邦で開発された、同時多目標抗戦能力を持つ、超長,長距離地対空ミサイルシステムである。なお、トリウムフトは、大勝利という意味。アルマーズアンティにより、S-300 の改良型として開発された、ロシア連邦軍が最初に採用している。以前は S-300PM3 もしくは、 s 3 0 0ム m 3として知られていた。このミサイルシステムは、性能で、従来の S-300 シリーズを凌駕し、またアメリカ合衆国のパトリオットミサイルに比べ、少なくとも2倍の有効射程を誇るとも言われている。ロシアの資料によれば、S-400 は 400km 先の6つの、目標に対する同時処理能力を有しているとされる。 さらには高次元の対ステルス戦能力も備えていると、される。S-400 は S-300P シリーズ用の、ミサイルが運用可能のほか、QM96 系列、48N6 系列、40N6 という3種類のミサイルを運用する。QM96 系列は単中距離用で、元は S-300PM2 用に開発されたもので。 弾道ミサイルへの限定的な対処能力がある。QM96E1 と QM96E2 があり、QM96E1 は重量 333kg、射程 40km。QM96E2 は重量 420kg、射程 120km。小型で 48N6 用、キャニスター1本に QM96 が4本入る。 パトリオットミサイル PAC-3 と類似点が多くサイドスラスターを装備しており、目標突入時にサイドスラスターの噴射で弾体を直接制御するモードを備える。48N6 系列は中から長距離用で最新型の 48N6DAM が開発されている。40N6 は超超長距離用で超水平線攻撃を可能とするセンサーと、 データリンクシステムを搭載し、航空機、巡航ミサイル、そして弾道弾迎撃ミサイル制限条約の効力で縛られるため限定的だが、射程 3500km、秒速 4.8km までならば、弾道ミサイルにも対処可能である。S-400 は、将来的には S-500 シリーズによって代替される予定である。 S-400 システムの開発は1990年代末から開始された。ロシア空軍による正式発表は1999年1月。同年の2月12日にアストラハンのカプースチンーールで行われた初試験が成功。この成功によって S-400 は2001年の配備が決定した。しかし同年、計画は事故により延期に直面する。 2003年に配備への準備が整ったと明らかにされたが、しかし8月に2人の上級参謀によって S-400 は、陳腐化した S-300P を用いた試験ではまだその段階にはないとの発表がなされた。最終的に開発終了は2004年2月だとされる。また、同年4月に新型迎撃ミサイル 48N6DM を用いた試験で、 弾道弾迎撃に成功した。報道によれば、標準的な S-400 装備の大替は8機の発射機と32発のミサイル、移動司令部から構成される。将来的には23個手段に、それぞれ8から12機の S-400 を2015年までに、2007年5月21日、ロシア空軍は7月より S-400 をモスクワと、中央ロシアへ、 実戦配備すると発表した。さらに情報では、詳しい配備場所は、エレクトロスターリ近郊だと言われる。2007年8月6日、ロシアのテレビ報道は、S、S-400 を装備した最初の連隊が、モスクワ州のエレクトロスター市近郊で活動を開始したと報じた。ロシアの情報では、この連隊は、特別目的コマンド、第一防空軍軍団。 第9防空軍師団、第606ゼニスロケット連隊であるとされ、モスクワと中央工業地帯の防衛を担っている。2008年2月8日、ウラジーミルスビリードフ中将は、ロシア軍は北西において S-300 を、さらに進化した S-400 で代替すると発表した。これはロシアは彼らの弾道ミサイル防衛システムの主要要素を2020年頃まで、 S-400 に担わせることを計画していることを意味した。2009年8月26日、ロシアの高級商工は北朝鮮のミサイル実験への対抗処置としてロシア極東に S-400 を配備すると発言した。2017年12月22日にウラジオストクで運用が開始された。ロシア極東ではウラジオストク近郊の他カムチャッカ半島。 ハバルフスク、ユジノサハリンスク近郊に配備されている。2015年11月25日、ロシア連邦航空宇宙軍によるシリア空爆で起きたロシア軍爆撃機撃墜事件を受けてシリアへの配備をロシア軍が発表し、12月にラタキアの不明ミム空軍基地で運用が開始された。S-400 は、 海外にも輸出されており、2014年に契約した中国は S-400 の最初の購入国となった。2016年6月、ベラルーシに2個大体分の S-400 システムが無償で供給された。2018年6月、カタールがミサイル購入に意欲を示したことに対し、隣国で対立関係にあるサウジアラビアが反発。サルマン国王は、 フランスに仲介を求める書簡を送り、配備が行われた場合、武力介入を辞さない意思を表明した。2018年9月、アメリカは S-35 と S-400 を購入した中国共産党中央軍事委員会装備発展部に対して、ロシアなどに適用されている大敵対社制裁措置法を発動し、他の国にもロシアとの取引を再考させるだろうとした。 中国の環球時報は2018年12月25日 48N6E 型による極超音速ミサイル迎撃死者が成功したと報道した。2018年10月、インドはロシアから S-400 を購入する契約を締結した。2019年7月、アメリカはトルコの S-400 の購入を受けて海 -35 の売却と、 トルコ軍パイロットの訓練を凍結し、開発計画からトルコ企業を排除する制裁措置を行った。2019年10月、バルダイクラブで、ロシアのウラジミール・プーチン大統領は、最高機密だが、隠していてもいずれ明らかになるとして米ロのみが、有していた弾道ミサイル早期警戒システムの中国での構築を支援していることを発表し、このシステムはロシアから購入した。 S-400 と連結するとも報じられた。ありがとうございます。